胸肩通る3月27日隊は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の、調教助手で、元機種。機種免許は、平地競争、障害競争療法の免許を所持していた。遠赤に障害競争専門機種として活躍した、三浦健二がいる。1993年 j r a 競馬学校騎手課程を、第9期生として卒業し、 笹倉武久旧社所属騎手としてデビュー。同期には、伊藤直人、飯田裕二、小林哲也や、後に、競馬学校世代で史上初の学士騎手となった、河合達彦らがいる。デビュー初年度に、平地、障害双法で勝ち倉を挙げ、1年目から重賞にも、騎乗。1993年新潟記念を、はじめ、2011年まで平地重賞に12レース起場、騎乗。 この中には所属していた、ササクラ社の代表管理場である、ツインターボへの機乗も2レース含まれている。なお、平地重賞での最高着順は2001年、クリスタルカップの4着となっている。原料機種から外れてからもしばらく平地での機乗を続けていたが、2年目の325レースをピークに年々機乗機会が減少したため、1999年、機乗数確保のために、 デビュー年以来乗っていなかった、障害競争への起乗を再開する。再開後も、平地への起乗は、並行して続けていたが、2003年から2004年に、かけ、障害でのオープン特別価値や、重症勝利を記録するなど、障害競争での成績は、平地のそれを上回るようになり、それに伴い起乗の場は徐々に障害へと移行。 2011年10月31日をもって引退し、堀信幸級者の調教助手に転身した。騎士通算成績は2580戦105勝であった。ありがとうございます。